畑を収穫してたらレベルアップしました。10万コインいただきました。あと、キノコのスープが加わりましたよ。結構ね、お花屋さんの品物がね、注文が多いんだけど、商品が間に合わなくてね、冬の花束、夏でしょ？冬の花束、これかな？冬の花束は、あ、作れる。あ、3つも作っちゃった。作りすぎたかな？あ、じゃあついでに他の足りないのも作っておこう。フラワーバスケットと花冠。てか足りないのいっぱいあるんだけどね。お花屋さんはすでに時間短縮してる、あ、時間短縮はしてないのか。お花屋さんはコインアップだけだったんだ。お花屋さん時間短縮しようかな。もう今コイン3倍だから大丈夫。失ってもすぐお客様がくださるからコインを。出番です、大工にゃん。時間短縮もお願いします。わい、星が2つになりましたよ。これでめでたく。ここも時間短縮されるようになりました。結構ね、2時間とか3時間とかやっぱりかかる花があるのでね、大工にゃんにお願いしてね、時間短縮してもらったんだけど、ここ、ルビー。この50の壁はなかなかね、50を押すかどうかはなかなか勇気がいつも必要なんだけど、私にはね。ちょっとね、お花屋さんは増やさせていただきます。はい。お花屋さん、ちょっとこれお願いします。フラワーバスケット。できてない花束がいっぱいあるんですよ。みんななんで一斉に。できてない花束が一斉に、できてない花束がいっぱいあるので、お花屋さん頑張ってください。次の工場としては、パンケーキだと思ってるんですよ。でもね、コイン3倍。このね、魅惑のコイン3倍がね、私の心を惑わせまくってるんですよ。コインが減ってもまた増えるっていうね、これがね、私に変調をきたしてます。私がおかしくなってます。いつもちょっと、いつもおかしいけど、いつもよりね、なんだろう。言っちゃっていいんじゃないかなっていう気持ち。言っちゃってって言葉が言うんじゃなくてね、やっちゃっていいのかなっていう行動の方の言っちゃってです。大工にゃんにね、キッチンを時間短縮してもらおうかと思ったの、大工にゃんに。で、今のうちに。でもね、この設計図がね、コインアップがいっぱい溜まってるんですよ。私が、コインアップはあまりやってないからですね。花束、一番最初に、石窯があれですよね。石窯はもう、チュートリアル的な、強制的に石窯だったと思う。あ、おまけありがとうございます。石窯がね、ほぼ、チュートリアルって感じで、コインアップになってるんだけど、自分で判断してコインアップしたのって、まだ、このお花屋さんと、鍋だけなんですよ。で、ここをね、まずコインアップしようかなと。なんかおにぎりがね、結構な金額で、今、まあ、コイン3倍のセールもありますけど、スケトウダラを使ったおにぎりが結構な金額で売れたんですよ。で、それ見た時に、またね、お金に欲がくらんでと言うとなんかちょっとあれだから、コインに欲がくらんでね、って言うとなんかね、お金に欲がくらんでっていうよりなんかちょっと清純的な感じに聞こえますけど、コインに欲がくらんだので、コインアップをまずしようかと。この3倍期間のうちに、あれ大丈夫だよね。コインアップもダブルで効果出るんだよね。コイン3倍。大丈夫だよね。うん。うんって言って、ちょっと誰からも今返事はもらってないけど、設計図がいっぱいあるので、コインアップ。キッチンコインアップします。アップ大工にゃん、お願いします。大丈夫。200万コイン失ったけど、今ならすぐ取り戻せるから。お客さん早く来て。やった、キングゴールドフィッシュが釣れました。レベルアップしました。スムージーを作る機会がまだないんですけども、リンゴヨーグルトスムージーを作れるようになりました。きつねうどんはこれはどこで作るんだろう。なんで豚丼に時間かかるんだろう。ご飯炊くところから始めるのかな。ここもね、時間にばらつきがあるからね。でも200万コイン貯まったよ。どうする？お願いしちゃいますか。大工にゃん。時間短縮。お願いします。あ、なんかキッチンが輝いて見える。気のせいかな。あれ、にゃんこ左利きなんですね。包丁左手に持ってる、ここのにゃんこ。ね。左利きのにゃんこが、キッチンは左利きのにゃんこが担当してます。あれ？みんな左利き？あれ？チョコレート工場作ってるにゃんこも左利きだ。にゃんこは左利きが多いんだね。知らなかった。今気づいたよ。ほら、ハンバーガーも左手でやってる。44,000コインまで減りました。でも大丈夫。今なら大丈夫。すぐ。また取り戻せるから、キング、ゴールドフィッシュ、10万円のところが、にゃんと、30万コインになりました。ありがとうございます。お客様、お金持ちですね。ああ、よかったね。でもね、キング、ゴールドフィッシュ何に使うのかな？お店で、あれかな？お客さんに出すのかな？気をつけて書いてください。ありがとうございました。お客さん、注目。とうとうオープンですよ。チョコレート工場。ああ、はい。またにゃんこが今目の前で転んでましたが、はい、チョコレート工場お願いします。あれ？あ、最初は白いんだ。え、じゃあ上からこうチョコレートが流れ落ちてくるの？もしかしてこれは。お客様の視線感じてやりづらいよね。ここで決定。チョコレート何作ってもらおう。屋台のね、バナナチョコレートが大好きだったので、お祭りとかでね。あ、流れ落ちてきた。チョコレートが流れ落ちてきた。え、にゃんこちょっとこれもっと違う角度から、いろんな角度から360度眺めたいんだけど、どうやってんのこれ。どうしてんのこれ。ちょっとね、向き変えたら余計わかんなくなるかな。こちらの向きの方がわかりやすい。お友達にゃんこがチョコレートを舐めに来ました。あ、違いました。素通りでした。この子たちは本当にね、抑制が効いてますね。私だったらね、まずチョコレートを、どんな感じ、どんな感じ、どんな味って言って、味見に来るけど。突っ込んでんのかな、こう流れてくる。We are! ね。そんな感じじゃないですか。なんかそっと差し込むんじゃなくて、We are! はい。なんだ、こうやって作るんだ。やっぱり手にこう力入れて、ういやーってやらないと、チョコレートにこう流されちゃいそうになるのかな、こう持ってるさ、ね、割り箸ごと流されちゃうような、流されちゃうかもしれないもんね。ちょっといちごもお願いします。いちごチョコ。あともう枠は早速、これは、一枠はもう最初には、大きくしちゃいます。で、いちごが一番見かけるかな？いちごと、あ、そっか、これ、カカオが必要なんだね。チョコレートだから。カカオ。ああ、危うい。危ういぞ。このね、触るつもりはないのにこう触れてしまって枯れ木になってしまう子たちなんだけどね。しまう子たちっていうか、通りかかっただけで取れちゃうじゃないですか、ポロッと。それでね、今ちょっと悲しい姿になってるんだけど、バナナはもう全部植え替えたんだけどね、リンゴと梨はまだ植え替えません。3本揃って育てたいなっていう気持ちがあって。お！レベルアップ。コインをプレゼント。10万コインいただきました。ありがとうございます。なんだろう。コインをプレゼントだけの時もあるんですねっていうことをもしかして他の回でも言ってたかもしれませんが、ありがたいです。釣りのレベルが11に上がりました。なんと世界に飛び出したにゃんこになりましたよ。釣り船が、嬉しい釣り船がちゃんと、なんだろう、私も乗れそうな釣り船になったよ。あと、フグルアーが新しく登場して、カニルアーもプレゼントで10個いただきました。すごい嬉しいです。ニャス、久しぶり。新しい船を仕入れたニャス。もっと遠くの海に行けるニャス。遠くの海ってどこまで遠い海だろう、どの辺の海のことだろう。やったー。あれちょっと待ってよ。何これは。何を。船買わなきゃダメなの？くれるんじゃないの？指がずっと下だよ、ずっと下だよ、ずっと下だよって指に誘われるまま。プレゼントしてくれるんだと思った。そんなに甘くないか。500万円。336万円。優先的にはこのコイン3倍の間に、パンケーキ工場を作りたいと思ってるので。レベル80になりました。串焼きを作れるよ。バーベキューグリル？串焼き？新しい機械ですね。バーベキューグリル。あれちょっと待って。これはボートでしょ？バーベキューグリルって何？あ、指さしてるところがバーベキューグリル飛び越えて、イカダをボートにすることを勧められていて、それがこの指さしているのがそれでした。メインの方ではこれがバーベキューグリルですか。1200万円。すみません、買えません。買えないし買えません。私が今目指してるのは、パンケーキショップです。パンケーキのね、注文がとても多いので、レベル81になりました。10万コインいただきました。あと、ランチボックス。これはお弁当屋さんのメニューかな?こちらが新しく加わりましたよ。キングゴールドフィッシュが釣れました。このコイン3倍っていうね、期間じゃないですか、今。で、ちょっとね、金のシャチホコルアーについて調べちゃいました。今まで、そういう調べ事とか、あまり苦手というか、あまり得意じゃないというか、あまり好きじゃないというか、そういうタイプだったんだけど、もう欲で頭の中がギラギラしてるので、何が欲しい、これが欲しい、あれが欲しいってね、金のシャチホコルアーが何なのかを調べちゃいました。ちょっとでも、その書いてたことが確かかどうなのかがよくわからないので、試してみたいと思います。ちょっと待ってくださいね。まず、ルアーがちょっと、あと4回。で、どうしたらいいんだろう。ルアーはいいルアーを使った方がいいのかな。まあ、金のシャチホコルアーに期待するという意味で、金のシャチホコルアーをいい釣り竿で使う。あ、早口言葉みたいだ。はい。では、にゃんこたちもやっぱりね、初めてです、私。シャチホコルアー使うの。期待して見に来てみようかなと思ったけど、あ、普通のですけど、ゴールドフィッシュ釣れました。これ、金のシャチホコルアーって、1回だけ?あ、1匹だけイベントに参加して集めよう。そっか。もう、そうよね。1個だから1匹だけよね。ありがとうございます。早速ね、売りに行きたいと思います。きっとこのね、行列になってるお客様の中に、キングゴールドフィッシュと、あとゴールドフィッシュ。今2匹釣ったので、それをお買い求めになるお客様がいると願っています。このね、パンケーキを作りたいので、パンケーキ工場をまず1000万だったと思うんだけど、1000万でパンケーキ工場を手に入れる。で、その後の目標としては、釣りに出かけるにゃんこのためにね、イカダじゃ危ないからっていうか、私もイカダじゃね、ちょっとね、付き添っていくのが怖いので、500万コインだっけ?ちょっと失礼。500万コインで、イカダじゃなくて釣り船に変えたいと、漁船をね、日本海にね、安全に漁に出るために、釣り船をね、購入するというのがパンケーキの次の目標です。あ、これはキングなのか普通の、これはどちらですか ?5 万コインって。これやっぱね、こうした時見えたらなおいっそいいと思う。5万は普通のゴールドフィッシュじゃなかったかな。あ、斧もらえる。斧もらえる。ありがたい。ありがとうございます。羽もいただきました。913万447コインです。あれ、キングゴールドフィッシュを買いになかなかお客さんが来てくれないんだけど。はい、ありがとうございます。お、これで12万。あ、来たよ。ちょっと。キングゴールドフィッシュってもともとが10万コインなんだ。お客様ありがとうございます。ね、通常、キングゴールドフィッシュ10万円のところを30万円でお買い求めですね。ありがとうございます。あ、新しいボートを買ったら、日本海に一緒に一回行けるよ券をね、お礼に差し上げたいと思います。この島でしか釣りをしないチケットですけども、お客様ありがとうございます。30万コイン、一度に増えました。ああ、ちょっとなんかもう、1000万コインが目の前まで来てるよ。ありがとうございます、お客様。この熱帯魚みたいな、これは、何これ？日本海じゃなくて、あれですか、漁場がニャンゲ海まで広がってたんですね。気づかなかった。気づかなかったんだけど。ニャンゲ海には港から出港しよう？港っていつもの港のことでいいのかな？ちょっと失礼。ちょっとお客様失礼させていただきます。あ、じゃあいつものところからニャンゲ海に行けるんだ。でもこの言い方じゃ多分いけないんだよね、きっとね。わかんないや。1000万コイン、達成しました。ニャース、1000万コイン、たまったよ。イベントのおかげさまでね、1000万円、1000万円たまりました。では、パンケーキショップ、買わせていただきます。ちょっと待って、移動がちょっと、画面ちょっと大きくしてたから、移動が大変だと。チョコレート工場の横にしようか。ね。はい。出来上がりまでどのぐらいでしょうか。47時間59分、約48時間。あ、丸2日ですね。私にもやっとすんなり計算ができました。丸2日、楽しみに待っています。はい、お客様いらっしゃいませ。次は500万コインを目指しております。これは、私の心の中の声です。はい。やっぱね、新しい工場が手に入るとね、お客様に販売できる品が増えるから、嬉しい。やっぱりね、こう、頑張ってコツコツ貯めて、で、やっと手に入れるっていうね。まあ今回は、コイン3倍の効果なんだけど、本当に。本当にそのおかげなんだけどね。うん。醤油がやたらにね、注文来るんですよ。今も1個断ったんだけどさ。醤油工場欲しいぐらいなんですけど、醤油工場。そのうちできるのかな、醤油工場。レベル82になりました。焼きとうもろこしが加わりました。これは何で作るんだろう。これはきっとグリルだね。焼きとうもろこしは。すいません。コイン3倍で頑張ってるんですけど、まだたまりそうにはありません。よかった。表に入って。もうね、果実がすごいことになっていて。あら。はい、ありがとう。ね、果物をね、収穫してお水をお願いしようかな。はい、誰か何個ここにお水ください。チョコレート工場ができたので結構ね、あっという間に枯れ木になるんだけど。っていうか、チョコレート工場の影響してるのはカカオだけど、6本植えちゃいます。待って、ちょっともう少し離そう。で、ここにワンニャンコお水でついてください。お願いします。はい、お客様いらっしゃいませ。はい、プリン美味しそうですよね。このプリン私も大好きです。あ、まだだった。はい、お客様。高額な売り上げ。ありがとうございます。高額な売り上げじゃないな。高額品ご購入。ありがとうございます。おかげさまで、レベル83になりました。10万コインいただきました。どんな世界が待っているのか全くわからないキノコショップが600万コインで、他は1000万、1200万と高額なので、ここはボート、漁船ですね、釣り船に、パワーアップなんだ。イカダをじゃあ釣り船に直してくれるのかな。すいません。安全な漁に出たいと思いますので、お願いします。おー。ちょっと、今2人いるから早速行ってみる？私はいつになったら乗せてってもらえるのかな？あれ、こちらもしかして、にゃんげ会ですか？にゃんげ会でした。あ、選べるんだ。にゃほん会とにゃんげ会。ちょっと、遠出になるけど、天気予報としては、波は荒れないって。からね、大丈夫だと思う。私もいつか連れてってね。暇なにゃこいないって。なんで2人ってなってるのに。え、3人なの？もしかして。もしかして、え、にゃんこ2って書いてるよね。にゃんこ2でしょ？え？あ、にゃんげ会は3なんだ。にゃんげ会は3にゃんこ必要でした。じゃあ、近場のにゃほん会へ出発お願いします。きっとイカダの時よりも、魚がたくさん取れるんじゃないかなって期待しています。じゃあ気をつけてってきてね。いつもね、手が空いてるにゃんこがいるとちゃんとみんな見送りに来るんだよ、ここまで。いってらっしゃい。おー、なんか、いや、なんか違うね。なんか、あ、もっと見送りたかった。もう見えない。ということで、私とにゃんこの世界がまた大きく広がりました。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。